福島海啓太は、和歌山県新宮市出身の元大相撲力士。本名は、福島啓太。身長187センチメートル、体重204キログラム。特異種は、右四つ、より、極め出し、小手投げ。最高位は、東前頭筆頭。新宮市で、口製造販売業を営む家に次男として生まれる。4歳の時に相撲好きである父親の指導で相撲を、 始めたが、小学校では、卓球や陸上を、中学校ではバスケットボールをやっていた。和歌山県立新宮高等学校へ進学した時は 186cm160kg と、堂々たる体格で、1年生から3年生まで3年連続で、全国高等学校相撲選手権大会で優勝を、果たし、高校3年時には全日本相撲選手権大会でも、 優勝し、史上初となる高校生でのアマチュア横綱を獲得して、同年齢で中学生横綱を2年連続で獲得した秋元久夫とともに、高校卒業後の進路が注目されたが、教員志望で、高卒後のプロ入りはせず、日本大学への進学を明言した。進学した日本大学相撲部でも、 一年生で二年連続で全日本相撲選手権で優勝し、一年生から三年連続で全国学生相撲選手権大会で優勝したが、四年生では優勝を逃している。大学時代にアマ28巻を記録したが、これは2020年12月時点でも破られていない最多記録。大学卒業直前に当初の教員志望を断念してではの海部屋へ入門し、 1988年1月場所において幕下付けでで初土俵を踏んだ。初土俵から7場所連続で勝ち越しを果たし、1989年3月場所において新十両へ昇進した。同時に四込名を串間海と改めた。新十両となった3月場所では11勝4敗の高成績を挙げて自身初の十両優勝を果たし、さらによく、 5月場所でも10勝5敗の好成績を挙げて2場所連続2回目となる重量優勝を達成して、翌7月場所に新入幕を果たした。学生時代の実績から大いに将来を職望されたが、腰が高く脇が甘いために受け身になってしまい強引に相手を引っ張り込んで小手に振る取り口だったために負傷が多く、三役への昇進は果たせなかった。 西前頭2枚目の位置で迎えた1993年3月場所では13日目の朝日同産戦において立ち合いから強烈な張り手を一発食らって土俵中央で崩れ落ちてしまい膝を負傷して翌14日目から休場して最終的にこの場所を7勝7敗19と負け越したために3役へ昇進する大きな機会を逃した 1995年5月場所において十両へ、陥落して、以降は十両に在位することが多くなり、同年、11月場所では東十両筆頭で8勝7敗と、勝ち越していながら、翌1996年1月場所の番付では、そのままの地位に据え置かれたり、翌3月場所では東十両2枚目で10勝5敗と、大きく勝ち越したもののそれでも、再入幕を果たせなかったりと、 全般的に番付運にも恵まれなかった。1998年3月場所では12勝3敗の高成績を上げて優勝決定戦まで進出し、その優勝決定戦で陶器を破って3回目の重量優勝を果たした。同年9月場所では西重量5枚目で4勝11敗と大きく負け越し、通常なら幕下へ陥落する位置と成績ではなかったものの、 幕下上位の力士が、軒並み高成績を収めていたのに加え、重量界の力士で負け越しがいなかったため、翌、11月場所では、東幕下筆頭まで陥落してしまった。なお、平成以降で重量6枚目以上で4勝以上、上げながらも、幕下へ陥落した力士は、福島界だけである。それによって、同年11月場所直前に、現役引退を表明し、 準年より、串間海を襲名して出羽の海部屋の部屋付き親方となった。1999年に、年より、田子の裏を襲名し、2000年1月場所終了後に、出羽の海部屋から、分家独立して、田ゴの裏部屋を創設した。2003年には、急性心筋梗塞で倒れて、緊急入院したものの、この時は生命に、別状はなかったことから退院後に、 すぐに復帰した。それからは徹底した健康管理によって体重を8 0ラム以上も減量し、さらに料理にも興味を持つようになったことで、講談社の雑誌、大人の週末で料理コーナーの連載を持ったり、料理本に自身が考案したレシピを寄稿したりもしていた。妻の串間彩子は2008年に親方の減量体験をもとにした、ちゃんこで生活習慣病に勝つ。 という著書を発表している。2006年からは勝負審判を務めた。2012年2月13日午後に部屋で家族と過ごしていた際に突然混沌し、意識不明、心肺停止の状態で病院へ救急搬送された。蘇生処置が行われたものの回復せずに、同日16時37分に死去した。46歳没。当初は、 死因が特定されず、混沌の際に吐血したとの報道もあったが、その後、死因は、拒血精神不全と発表され、吐血ではなく、倒れた際に唇を切ったことによる出血であったという。同月16日、東京都台東区の関営寺で、告別式が行われた。没後部屋を継承する親方がいなかったため、タゴの裏部屋は閉鎖され、所属していた力士は、 手羽の海部屋とカス野部屋にそれぞれ分割する形で移籍した。現役時代から晩年まで自らを友達が少ないと語るような頑固で偏屈な人物だったという。また、弟子が他の部屋の力士と慣れ合いの感覚に陥ることを嫌うため、学生相撲の一大潮流である日大相撲部出身者を一切入門させなかった。自身は日大出身であったが、 現役引退後はあえて関係者と距離を置いていたという。同じ理由で外国人力士の採用に慎重であり、各界で主流化していたハワイやモンゴルの出身者を避け、それまでに古都欧州の例しかないブルガリア出身者の入門を許したという。福島会の付き人を務めていた元幕下伊達錦の証言によると天狗になった風情はなく常識人で 人間味にあふれる人物であったというが、アマチュア時代の輝かしい経歴ゆえに、他の力士たちの格好の攻撃対象になったという、ありがとうございます。